アニメ漫画祭り委員埼玉は埼玉県埼玉市にて2013年より開催の漫画アニメ関連のイベントである。通称はアニタマ祭。メイン会場である大宮ソニックシティの開業を25周年記念事業の一環として、また埼玉県内の各地が漫画アニメ作品の舞台として多く登場し、これらの地に訪れる聖地巡礼者が多いことに着目した。 埼玉県観光課など地元関係者が観光活性化を狙って2009年から企画を練り2013年に第1回が開催された第2回となる2014年からは地元埼玉県というくくりを外してアニメと観光をテーマに掲げての開催を目指し新潟市でのガタフェスや京都市での京都国際漫画アニメフェアとの連携も行っている 主催者側としては、イベント自体だけでなく、初位聖地となった地が、継続的に盛り上がれるかどうかや、そのインフラ作りなどを、今後の課題として挙げている。2> 第2回のみ、入場有料であった。第2回まで2日間の開催であったが、第3回以降は1日のみの開催となった。第5回では、平成29年台風。 第21号の影響により、屋外のイベントブースはすべて中止となった。AB アニメ漫画祭りに、埼玉参加レポート漫画スタイル2013年10月22日、2014年10月8日、閲覧。ABC、アニメ聖地下で、地域振興埼玉県の朝鮮黄金スタイル2014年10月5日、同様か閲覧。 アニタマ祭が始まった理由、その意義とは、主催者インタビュー前編アニメ。アニメ。2014年10月11日、同10月14日閲覧。アニタマ祭の見どころと今後の展望、気になる、聖地下の意義主催者インタビュー後編アニメ。アニメ。2014年10月11日、同10月14日閲覧。第2回、アニタマ祭、ソニックシティにて、 開催決定。2014年8月。埼玉ゆかりのアニメ漫画作品を主体とした、アニタマ祭が10月19.20日に、大宮ソニックシティで、初開催。アニメート TV ニュース2013年8月20日、同10月8日閲覧。第2回、アニタマ祭、10月11日12日に、大宮ソニックシティにて、開催決定。リスアニ。 ニュース2014年8月15日、2021年8月17日、閲覧、ありがとうございます。